同じじゃん、同じ時間系の能力。おー、かっこいい。わお、かっこいい。やっぱ強いよな。ザフキールがやっぱり能力的に強すぎる気がします。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはデッドアバレット前編、デッドアバレット見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。デッドアバレットですね、見ていこうと思うわけなんですけれども、デッドアライブ外伝っていう形でいいのかなっていう雰囲気はあるわけなんですけれども、デッドアライブ5が2024年春に放送されるぞと、もうさかじゃないかっていう感じになってしまっているので、まあ5期の前にね、デッドアバレット見ていくよみたいな話をしたと思うので、見ていこうと思います。まあ本当はね、3月の後半に直前にやろうかなとも思ったんですけど、ちょっと3月の後半はね、ちょっと時間がなさそうだったので、もうこの2月のこのタイミングでデッドアバレット見ていこうと思います。一応ね、4期は復習したので、まあ改めてね、この作品のメインヒロインというのが誰なのか、まあ時崎くるみ一択だろうみたいなことが明らかになり、まあまあまあ僕も納得納得みたいな形になってしまって、まあ夏美は俺のヒロインだぜみたいな形で、まあくるみがね、どれだけまあいろいろとこう指導のために暗躍したのかみたいな、どれだけヒロインなのかみたいなものを再認識したところで、くるみメインのこの話、本編時間軸とはまた別なのかな、どうなんでしょうね。いろいろと気になるところではありますが、くるみの活躍楽しんでやっていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、いきましょう。これは映画なの OVA なの何なのっていう。まあ、とりあえず角川、角川、レッツゴー。さて、おう、始まった。さて、ごめん、外の風が強いかも。あ、くるみ、これ一応さあ、クイーン、さあ、あれあれ、目が臨界。おん、ん？精霊？うん。なんか、お、やっぱり目がくるみと一緒じゃない？わあわあ、銃と剣。わわわわわ、ザケル、ルキフネス、わお、同じじゃん。何、精霊、同じ時間系だ。あれ、おい、加速。さあ、同じく銃、わわわ、時間が巻き戻る。あら、おう、オープニングある。オッケー、かっこいい。まあ、未だにあのザッキールの能力全部分かってないんですけど、ユットベートとバブと、うおー、なんだっけ、ルット、めちゃめちゃかっこいいんだけど。さあ、てかキャストで気になったんだけどさ、このクイーンの子ってさ、友達のあれじゃないの、わかんない意図したキャスティングなのかな。友達の声も大西沙織さんだったよね、殺されちゃった。なんだっけ、名前忘れてた。おお、歌なしなのね。オッケー、響き、堀ごも、伊沢名詞が、おーおーおお、なんかすごい、なんかかっこいいのいっぱいいるけど、イブサキ、クイーン、なんだっけ、名前忘れてた、親友の、さあ、でも同じ時間系の能力、
かなり似てるよね。てかほぼ同じじゃない？生き写しみたい。白と黒。おーかっこいい。まあ時間軸的には4期の前っぽい。放送時期か。さあそろそろ忍びっぽいな。何ここ。チックタクチックタクチック、ん？残り1分。最後の1人。くるみだ。これはどっちに行ってるんだ。私の恋、うん、え、でもシド恋、うん、あら猫好きだもんね。何デスゲームかなんかする気？マジで風強い。何？なんか巻き込まれた系？物騒なことを言うな。What？ あ、カラン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 。さあ動き出しているけれども、何？バトルロイヤル。ん？でも？ビスケットスマッシュ。飲み込めないな、状況が。今一つ。精霊みんな。でも精霊ってでも。サガクレ。うん、死んだと思ったらここに来たって形か。そういう世界線のくるみなんだろうなこれ多分。あ、わお、分身。死んだ精霊が集まってるのか。さあドールマスター。わっボロボロじゃん。逃げてる。さあ雑魚キャラ、これがドール。あ、倒した。あ、倒してないわ。そうだそうだ、分身だった。あ、なんだこの子。
まあ、かなり落ち着いてるな。そう、うん、精霊。ん？うん。なくなった。純精霊？セフィラがうんぬんと関係あるの？うん、日頃も響きの日本人っぽいな。何？マルクト、これもセフィラとかと関係がありそうだな。なんかマルクトとか臨海。お？精霊が死ぬとここに来るのか、多分。どっかの家庭で死んだんだな、くるみが。あくまで時間軸の一人だ。わわわ、なんもねえな。なんかこういうキャラと相性いいよね。くるみ。うん、どういうこと？生き返り？おう、帰還。帰還するためにか、ある種。ねえ、誰これ。クイーン、あれとまたあの猫なんじゃない。うん、でも最終的に一人になるんだけどね。でもどうなんだろう。うん、はいはい。3秒。オーケー、即断即決。うん、8。でも一人死んでるよね。8か、含めて8人、あと6人。ドールマスター、ビスケットスマッシャー、サムライ、忍者、クイーン。うん、わお。分身だろうね。うん、どこに本体がいるかも分からん。土方勇、決着つかなかったんだ。
かわいい。さて、うわ、もうやられてる。さあ、イブスキ、まだいっぱいいるね。え？クイーン。お？何回か参加してるっぽい口ぶりじゃない？なんかそれって何回か開催されてんのかな。うん、友達。おー、くるみにどう響くかだね。でもこれ、いや、4期見てよかったな。お、おー、お互いに何かしら能力があるのかな。でも天使の能力使える？後ろ。さて、とんでもないな。そうなんだ、やば。人質。えげつないことやってるな。これ、時間稼ぎしてる？わお！私たち呼べるの？うん。あー、指導だよね。だいぶ未来なのかもな。でもこれさあ、かっこいい、くるみのテーマ。
ああ、はっきりと。精霊。第三、精霊の力。いやもう多分もうでもそれだけ差があるってことだよね。やっぱり純精霊ってこと。さあ加速。わーお、かっこいい。全くもって多分もう相手にならないだろうな。あ、時間が止まった。ああ、お、その体感時間を止めたんだ。やっぱ強いよな。あ、クイーンも精霊なの？あ、逃げた。わーわーわー、集まってきたぞ。三つどもえ。さあでももうか圧倒的に格が違うわけだ。本物の精霊だもんね。てかザフキエルがやっぱり能力的に強すぎる気がします。はん、これでもそうだよね、どうしようもないよな。うん。おーん？ん？認識さえできれば。クイーンだ。もうくるみさんらしい。出てきた。あー、そのために、抜かれてる。やばい、幼女にも厳しいこの作品。霊覚？これやっぱり、相変わらず。え、これやっぱり親友のあの子だよね多分。終わりかいよ。日頃も響き、日頃も青。いや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 、これだいぶ未来から来てんのかな、くるみ。どうなんだろうね、この感じだと。どうなんだろう、データライブ指導はくるみエンドなのかな。完全にくるみがヒロインだったけどな、4期を見た限りだと。でも4期見てよかったな。なんか分かることがありそう。本当はこれ4期の前なんだけど。あー、でもそうなんだ。多分そうだよね、この感じだとね。くるみが殺しちゃった女の子だよね、あの精霊を飼っていくのよみたいな。何あれ、なんだっけ、あれ小鳥のツイストやつだよね。だから適合できなかった女の子を殺しちゃった時にそれが親友でみたいな話だよね。
オーケーオーケー、めっちゃ気になる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 。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、まあエンディングがねあったのでね、まあちょろちょろちょろっと話していこうかなっていうところで、まあ後半気になるところで後半もまあちょろっと感想言った後見ていこうかなというふうに思うわけなんですけれども、あーまあ気になる要素だらけですよ、言ってしまうと。これでもだいぶ未来のお話っぽいよね。あー4期を見たからっていうのもあるんだけど、4期の段階だとクルミってさ、まだシドウに、まあシドウのことがかなり好きなんだよみたいなものはもう確実に認識はしてるけど、なんかこう受け止めきれてない、その気持ちを整理しきれてないみたいな感じじゃん。ほだされてるみたいじゃありませんのみたいなことを言ってて、すげえ可愛いなと思った記憶があるんだけど、いやでもこの段階ではもうかなりバチバチに恋して好きな人に会いたいみたいなことを言ってたから、多分だいぶ進んだ後なんだろうね、指導と。まあ資源の精霊といろいろと絡んだ後な感じもあるよね。だって目的がやっぱり指導も好きだけど、それよりも何よりも資源の精霊殺したいっていうのがやっぱりくるみのやっぱり行動原理だったわけじゃないですか、今までもずっと。本編中は基本的にそれなんだけど、やっぱり戻って私は資源の精霊を殺さなければいけませんのみたいな、そういう結論になってないっていうことは、そこら辺の問題がある程度気持ちの決着がついてるってことだと思うんだよね。そんな中で多分あの女の子なんだっけ、沢ちゃんだっけ、あの女の子と多分出会う。でもあの女の子は精霊とカウントしていいのかな。なんかあれだよね、小鳥についてた精霊が入ってて、それ殺したと思ったら実はなんかね友達でみたいな、それで絶望して資源の精霊許さないみたいな流れだったわけじゃないですか。で、そんで、レイネさんはなんかいろいろと実験をしてたわけじゃん。なんかああいう、何、霊核みたいなものを入れたりとかして、人間に適合するかな、適合するかなっていう風にやってみたいな。だから、その流れの終着点みたいなところなのかなっていうところであるんだけど、でも使ってる能力がね、ちょっと、くるみに似てるんだよね。まあそこら辺はまあ外伝っていうところもあるから、深く本編との関わりをこうああだのこうだの交渉していくのはまた違っていくのかなっていうところではあるんですけれども、でも多分本当は多分これ2020年のアニメだから、2020年これを見た後に多分4期見ると、うわーこの子あれクイーンの子だよねみたいな感じになっていったりもするのかな。いやでもなんかやっぱり4期を見といてよかったな。やっぱりくるみがすごい、もうさ、なんか3期まででも十分くるみの好感度高かったけどさ、なんかすごい協力してくれるすげえいい子じゃんっていう風な感じで好感度高かったけど、もう4期でもうバチンってなったじゃん。4期でくるみーっていう風に、この作品のメインヒロインはトーカよりもくるみかもしれないってなった状態で僕は見てるから、めちゃめちゃいいな。でもくるみの能力かっこいいし強いんだよな。やっぱりザキールチートだよね。ぶっちゃけやっぱり何、天使の力の中でやっぱりハニエルとやっぱりザキエルがぶっ飛んで強いなっていうような印象、あとミカエルか、ミカエルだよね、鍵の能力は。その3つがぶっちぎりでちょっと強いよなみたいなことを思ってたけど、ラジエルも強いな。そこら辺はいいわ、そこら辺は本編と関係ないからあれだけど、ザキエルも大概やってるよな。あんなの入ってきたらどうしようもなくない。未だに能力は覚えていない。相手の時間を止める、自分を加速する、過去を意識、意識を過去に飛ばす、過去に戻る、なの？過去を見せる能力。ユットベータが過去を見せるんだっけ？過去を見せる？あれ？バブが？あれ？バブが意識を戻、みたいな感じで、ザインとかもいろいろとあったよね。だからいろいろと気になるところではあるわけなんですけれども、なかなかね、やっぱりね、僕の記憶力じゃね、限界ギリギリ、ドッカンドッカンみたいな感じになってしまいますけれども、くるみの活躍をこれからも追いかけていきたい。さあさあさあ、殺し合いどうなっていくのかですよね。割とさ、やっぱり、なんか、命が軽い印象があるわけですよ。もう容赦なく、容赦なくドールマスターの、あんな可愛い女の子のどてっぱらぶち抜いてたから、ってことはやっぱりくるみもそういう風になっていくのかなみたいな。まあくるみもでもそこら辺ドライなね印象はあるからな。まあまあまあそこら辺も含めてどうなっていくのか後編をチェックしていこうと思います。多分これが投稿されて翌日に後半が上がるので、ぜひともね、あのもし興味がある方はデータライブを復習して一緒にチェックしていただけたらと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上データバレット前編デッドはバレットでした。バイバイ。